こんにちは。はーい。今日はですよ、こちら2022のオークランドですね、ブルースブルーズホームジャージレプリカでございます。はい、いつも通りインターナショナル S ジャパン M 着てますけど、なんかちょっとこれがこのプリントはベタだからかな、あかもしれないね、伸びないのかもしれないね。前オタゴの時はさ、なかったから伸びたのかもしれない。はい、なんかまあでもかわいサイズは変わんない、こんな感じですね。こんな感じです。はい、でですよ、いつも通りこちらも 100% ポリエステルで、リサイクル素材ですね、使ってエアロレディー、特殊の素材を使っています。でブルーズはですね、なんかね、ここのローがね、ちょっとゴムっぽいロゴが貼り付けてある。でやっぱね、ロゴちっちゃくなったと思うよ俺。前のより絶対ロゴ小さいだもん、アリアスロゴ。で、なんかちょっと上がった。まあこれマクロンの影響かもしれない。マジでそうかもしれない。って思ってます。はい。でね、はい。この会社、何の会社でしょう。バーフット&何？トンプソン。トンプソン。トンプソン。何でしょう。知らないでしょ。はい。リアルエステート、つまりですよ。不動産会社ですよ。家。あるじゃん、アパマンショップ、アパマン、まあいいか、そういう感じですよ。で、これは豚屋さん、イベコ、違う、それイベリコ豚分かってきたね、だんだんボケられるようになってきたねイベコは違いますよ。イベコっていうのはでかいですよ。これなんていうの、トラックとかさ、商用の車とか船とかそういうの作ってる会社ですよ。これなんでしょう、2部。はい、いいよ、ボケてください。はい、2部。ニベアの。あ、ニベアのね。そうそうそう、こういう。今ね、冬だから寝ちゃうんですよ。これはですよ、保険会社ですよ。保険の会社らしいです。まあ、もうローカルスポンサーですよね、完全にね。これイベコは結構でかいと思うけど、この辺とかね。で、前も言ったけど、これ、スミス、セリー、スカイは全てのチームの、ニュージーランドのチームの袖に入っているので、これはニュージーランドラグビーユニオンに対するスポンサーなんじゃないかなと俺は思っておりますが、もしかしたら違うかもしれませんので、その際はご容赦ください。はい、なんでかっていうとですよ、いいですか、ニュージーランドラグビー協会っていうのがあるんですよ。 NZRU ですよね、俗に言う。そこがですよ、持ってるわけですよ、オールブラックスとかね。15年生の代表をオールブラックじゃないですか。で、女子のオールオックスが、シルバー、あれなんだっけ、ブラックファンズだっけ、あるじゃないですか。で、セブンスのチーム、男女、あって、そのさらに横に、スーパーラグビーの全チームが紐づいてるわけですよ。ニュージーランド協会ってね。なので、うちがですよ、うちがっていうか、このラグビーオンラインじゃない、もう一個の会社の方、グリフィンっていう会社でですね、ライセンス契約をするわけですよね。ニュージーランド協会と。それで、キーホルダーとか作ったりするんですけど、その時は当然ですけど、インクルードエブリシングなわけですよ。オールブラックスとだけ契約を結ぶわけじゃなくて、ニュージーランド協会と契約を結ぶわけなんで、自動的にですね、セブンス、オールブラックスセブンスとかね、マオリオールブラックスもそうと忘れた、含まれてますよね。で、あとこのスーパーラグビーのチームも自然的に参加あるので、申請すれば、ライセンスが取れますよと。ということで、うちはこの全チームの、ロゴを使ったキーホルダーとかですね、ピンバッジも制作していますよという流れになっております。信じるか信じないかはあなた次第なんですけど、これは本当です。はいはい、お客様なんで、ちょっとまだね、スーパーラグビーまだちょっとこんなね、内部情報を言ってもしょうがないんですけど、しょうがないですよ、しょうがないけど、一つだけ言わせてください。最近某アディダス、某 A 社ジャパンさんがかなり言っちゃってた今俺、ボーデュ各社としっかりオブラダにすんだでしょが、もうほんとね、なんかうまく回ってないんでしょうね、きっと。だからこちらのジャージもですね、例えばですよ、このジャージって今12月に入ってきてるけど、注文するの半年前ぐらいだったわけですよ。だから今年の6月とか、まあ、夏ぐらいに言いまっかみたいな話されて、まあもっと言うと2月の時にだけど、でも言いまっかって言って後に入ってくるわけですよ、こういうグッズがね。で、うちは、まあ、これだけ注文してますよっていうのを出して、その中でさらにじゃあ100あったら、
12月何枚、1月何枚、2月何枚ってこう分けて納品してくださいねみたいな指示を出すわけですよ。まあまあまあ細かく言っちゃうとあれなんですけど、その例えば100を出して30、30、30、10みたいなにしたところで100ぐらいだったら100入ってきちゃってて、まあ100あるうちから好きなだけ取っていいよみたいなパターンもあるんだけど、基本的にそういう流れで入ってくるようになってるわけですね、今まで。なのにもかかわらずですよ、今回なぜかなんかそのスケジュール通りに入んないっていうよくわかんない連絡があったりとかして、もう謎なんですけどね。で、これ上がってきましたんで、何個取りますかみたいな連絡が来て、これぐらい欲しいんですって言ったら、わかりましたって言った翌日にですね、すいません、やっぱありませんでした。どういうことですか？あるって言ったやん。ありませんでした。みたいなやりとりがあってですよ。吸ったもんだがありまして、今こう入ってきましたけれども、わかります？まあコロナの、もう、そう、すべてコロナのせいだ。うん、そうしよう。コロナのせいしとこう。リンディスいいんですか？別に入ってこないことはないんで、まあまあ落ち着けようかね。まあまあ入ってくればいいんですよ、僕。だけど、例えば、なんかのチームだけいっぱい入ってきて、なんかのチーム全然入ってきてないみたいな、なんかもうガタガタなんですよ。ぶっちゃけたらね、内部は。なんで、もし、見ていただいて、売り切れてたとしても、もう1月とかにも入ってきますんで、すぐ別にいらないよって方は別に、気長にですね、再入荷連絡でいただければ、入った次第すぐに、入りましたよっていうご連絡いきますんでね。で、まあ、こんな俺らが言うのもなんですけど、もうこれうちといえばじゃないですか、スーパーラグビーグッズなんて。もう間違いなく、今入ってくる予定見ても、間違いなく、もう超大量に入ってきますんで、全然ご安心いただいて、なかった場合もですよ、別にうちはいろんな海外に特派員いっぱいいるんで、それを取りまとめてるのが NBU ってやつ、そいつがもう一声かけるんだなんで、何でもありますか、心配して。というわけでしょう、ほとんど説明してませんが、オークランドのね、にございます。ブルーズのジャージのご紹介でございました。はい。下の方見ていただければ、在庫があれば、今すぐ買えます。よろしくお願いします。では！